暑いっすね今日。休みもらったんでちょっと出かけたんですけど、今日ちょっとやっぱやめたくなかったかなと。もうなんか日差しが肌にこう当たって、もうとにかく暑い東海地方の各地で真夏日となった今日、半袖姿や日傘を差す人が街の至る所で見られました。暑さが本格化する中で、これから心配されるのが熱中症です。そんな中、名古屋市港区の保育園では、暑さから子どもの命を守るこんな取り組みが。じゃあ今日もこれをつけます。これの約束なんだった？迷子になった。迷子になった時大事なやつだから外しません。園児の腰についているのは GPS、 スマホアプリと連動していて、あらかじめ設定したエリアから園児が離れるとアラームでその位置を知らせてくれます。今から見守り装置をつけたスタッフが安全エリアを離れます。ブザーとともにアラームが鳴りました。やっぱりこうひまわりとかがあって、やっぱり子どもが例えばその中入っていくと、やっぱり子どもの身長ぐらいになって、どうしても目視で 見分けにくくなったりとか見つけにくくなったりもするので、そういう時はやっぱりそこの部分のフォローじゃないけど、名古屋市はこのアプリについて今月16日から実証実験をしていて、今後実用化するかどうかは実験結果を踏まえて検討するとしています。きっかけは園児のバス置き去り事故でした。去年9月、静岡県牧之原市の認定こども園で通園バスの中に置き去りにされた3歳の園児が熱中症で死亡した事件。園児は発見時上半身の服を脱いでいて、体温は40度ほどまで上がっていました。今回取材した保育園の園長は、迷子を防ぐだけでなく置き去り事故防止のためにもアプリの活用を前向きに検討しています。置き去りっていうことをあってはいけないことではありますので、そういった機器を導入して子どもたちの安全が確保できるんであれば、ぜひ導入をしていくべきだと思いますし、いつでもスマホで園児の位置が確認でき、危険があると知らせてくれる便利なアプリですが、保育の現場で一番大切にしているのが大人の監視の目です。今残留時確認で、今バスの中に取り残されている子どもがいないかっていうのを今降りて実際に目で見て確認する。バスの乗り降りの際は取り残された園児がいないか目で見て確認。例えば暑くて取るとか痒くて取ったりするとなくなりますよね。やっぱり人間の目で確認をしないと親としては心配ですよね。アプリはあくまでも人の目のサポートに、事故が起きる可能性をゼロに近づけるための取り組みが進んでいます。